林原チャンネルをご覧の皆さんこんこにちはですまあ今スタッフからね「四方って誰よ?」っていう話があったんですがまあ検索すればすぐ出てくるんですけども、まあ、言ってみればまああの防衛大学の2期生ですね防衛大学ができたばっかりの2回目の学生ですよ。で今そ,のそこを出てね舞台に行って。 そのうちに、少し理科系のことを勉強しろって言われて。あの京都大学に、修士課程と博士課程行ったんですね。その時に、あの東京大学は、あの自衛隊員は取らないと。まあ、そういった途端に、逆に京都大学を取るって言ったんでしょうかね。なんか、なぜか京都大学で、もう五年間修士博士だったんですよ。で、博士課程終わった時に、大事な先生が。 この MIT に一年間行くお前ここに残って女子の代わりはしろってことで結局六年間その京都大学にいたんですね。まあそれから舞台に帰ってそして技術研究本部まあ技術ですからねそういうところもやりましたしこのある日突然部隊長もやられました。まあ最終的にはこの北部方面総監ってね当時のソ連との間のまあ 日で明日来るかもしれない明後っ来るかもしれないそういう緊張状態の下でまで、あ、やってたんですけどもまあこの冷戦が終わってですねそしてその時に私もリタイアしてそれからこの帝京大学に行ってですねこの国際安全保障の話をまあ講義をしたわけですね。結構あのたたくくさんの学生が気に入ってくれましたましあ,あまり これ軍事的なことを教える大学は当時なかったんでしょうねそれと中国の学学生生も結構留学生が来てました、まあ、そういうことをやってこの先ほどから言ってるように右でも左でもない本当のことをですね大学生の分かりやすいその話し方でやったってことで私のモットーはね あの、あんまり分かりにくい話はしないということですよ。それは十九、二十歳の学生を教えとったわけですからね。しかも外国人も多いわけでしょ。そういう人に、その日本はどうあるのかっていう話をするわけですからね。まあ、そういう意味では、あの、分かりやすいっちうことが一つの。なんっかね、えー。メリットになってると思いますね。難しい話は、難しい先生に聞いていただいて。私のやつは、それを聞く前のね。 その段階にこういうものがいるということですね、えー。次の段階はですね。前の段階、この図で終わったんですよ。で、この図はね。もう一回説明しますとね。国の力っていうのは四種類ある。政治、外交、経済、軍事力。そして。経済と軍事力は。まあ、ハードパワーって言ってるんですね。よく。さつびらでほっぺた叩くってあるでしょ。 こっちは元骨で叩くわけですこっちは政治と外交ですね。これは言葉でやる。これをソフトパワー。この四つをうまく組み合わせて目的を達成するっていうことですね。この組み合わせ方をにもいろいろなやり方があるんですね。トランプみたいに経済でバーってくるあるいは軍事でワーってくる。そして外交とか政治力をカバーしちゃうっていうやり方もある。 だけどこれ見てください,い,いですか。4つともこれは全部手段ですから目的ではないですからね。そうするとね日本では軍事力という言葉は使えません自衛隊は軍隊でないとこ定義しているわけですからそうすると軍事力なしというとそれは防衛力という言葉を使っている安全保障力という言葉を使っているだけどそれは目的である。だからここで その軍事力という言葉を使わないようにするために手段と目的をすすり替えちゃったんですねここが日本人全体がこうなかなか目が覚めない原因の一つですね。ここのとことから始ままって次へ行きますねこれまた字で申し訳ないんだけどねさっき日本の条件ってありましたが輸入して加工して輸出して仲良くしなければ生きていけないんだという。しかしか 今度はどういう国家になるかっていうその先を考えると3つしかない選択肢は。一つは大国日本はやっぱり大国ですよね1億2,000万でねかつては GDP で世界で2番目だったその次は中規模な国でいい中規模で模範的ないい子ちゃんの国でいいこれはねまあこんなこと言うと怒られるかもしれないけどねフランスとかドイツとかねああいう国は アメリカほどでではないです、ね。人口も1億2千万もいないしねでかなりの面積も持っているそして、まあ、中規模の模範的な国家でいいまあそういう選択肢も一つあるんですね3番目はねもういいと少子民国家でいいとみんなの顔色見ながらこう,こうやりながら生きていけばいいじゃんと,という3つの選択肢があるわけですよ。で皆様はどう思うかっていうことですね 私に言わせるとね 1, しかないと1億2,000万の人口をねヨーロッパの国みたいに7,000万とか6,000万とかねそういう具合にな人口の国にできないですよ一挙に。一番簡単な方法はねこれは学生によって大笑いされたんだけどね1億2,000万の人が一晩のうちに1人を殺せば次の日の朝6,000万になる ここんなななとでできるわけいいじゃないですかちゅうことは今日本の人口が減りつつあると外国人を入れなきゃならないと言いながらもね。だからもう大国であるそのそから GDP だって高いしね一人当たりのそうするともう少子民国家ってことはないんですよ。500万しかいないとかね300万しかいないとかいうそういう小さな国と 同じにはなり得ないんですね。とこれはないと。これもさっき言ったように人口半分にするなんてことはとてもできませんよ。そうすると日本は一しかないんです。日本が選択できるのは大国であり続けるということなんですね。と大国とは何かっていうことも一つあるし。ね。それから続けないかんわけですからね。何年までに中規模になって そして最後はまあ小さな県単位で動いて小規模だから日本が置かれた条件と日本が行く先っていうのはもこれしかないというこれは案外日本人が気が付いてないですね。日本が大国であるというあるいは大国であり続ける以外に生きる道はないというそこが今大きな問題ですね。ね。 前に方法はない次いきますよ。でこの我が国がねの歴史をずっとひもどいていくとねそれをちょっとやってみると一番古いのはねこれは中国にあった律令制度これを持ってきて日本流に変えていったんですね。だから あの17条憲法なんてあれでしょあれなんかあれ今の言葉に直すとね本当に今でも通用する和をもって唐突と那すから始まるわけですからこれが大化のの改新というやつですね中国の文化法律制度を入れてきたその次はちょっと遠ぼうけどね明治維新なんかそうですねあの時もやっぱりフランスとかイギリスとか、ね、ドイツとかああいう西洋の先進国そういうような近代国家へ 日本を改造しよう。だから明治維新の志士たちはみんなヨーロッパ行って勉強して帰ってたんですねそしてその制度を明治の中に取り入れて明治維新っていうのはでできたわけです。もう一つはねこれは自ら選んだわけじゃないんだけども昭和のの復復興、興戦後の復興ですね。この時はもうアメリカに負けて古典派にやられちゃってそしてこれはそのアメリカのような民主主義で経済繁栄の国 追追いいいつけ追い越せっていうのの昭和の時代ですよね。これはすすごいま一つの国家構造改革ですよね。そうすると今我々がやろうとしている国家構造改革というのは何かというとね平成での国家構造改革は進まなかったああだこうだってね途中で変な政党も入ってきてね総理大臣が二十何万で出るとかねそういう時代だっただから平成っていうのは進まなかったんですね。 で令和になって今ここに書いてある我が国のトップランナーの国に属してねああいう国になろうとかこういう国になろうとかね僕も何て言うか目標にするような国がないんですよ。大化の開始の時は中国のだったでしょ。それからまあ明治維新の時は西欧列強ですねそれから昭和の改革の時はアメリカっていう国を見ながら今はどこを見れんいいの そんなな国はないですよあんな国になりたいとかあんな国になれるっていうさっきの可能性から考えてもねなかなか日本はできない。要するにその国家像がないんですねで令和にやらないかんけれどもそのさっき言ったようにこうああいう国を真似するってことはないとなると自分で出さないかんとこれが21世紀における、まあ、国家像って言いますかね。 これを私は個人的にね「坂の上の雲」っていう名前にしてるんだけどねこれを自分で作り出す自分日本は真似をしてくる取ってくるっていうのはうまいんだけども取ってきて取ってきたもの以上のものを作っていくっていうのはうまいんだけどね自分からゼロから一を出すっていうことは非常に苦手な国民なんですよだからしっかしそれをやらないしかないですね今そこがこの今回のこの問題でもあるんですね 令和の改革これはね日本が今までやったことがないような自分で自分の行き先を自分で決めるというそういうもっと難しいそのチャレンジをしなきゃならないということですねだからその時に立ち位置っちゅのを決めないかんですねある部分はアメリカと協力しなきゃならない部分もあるしねまあそういうことですね。 でね、今言ったこの国家の構造改革というのにね、共通する要因値なんですよ。これを見ると申し上げます。まずね、外的条件。大化の改新の時も明治維新の時もね、やっぱり日本の周辺でいろんな危ないことが起こってる。だから日本もしっかりしなきゃやられちゃうぞっていうそういう周りに危機があったんですね。で、その次はね、これは外的条件ですよ。その次は さっき言ったように追いつくべき国の姿が見えた。イギリスみたいな議会制度を取ろうとかね。そういうようなあったんだね。だから、国家制度の設定をしなくても、ああいう国になろうやっていう、そういうものがあったんでね。三番目は。旧構造を大規模に破壊するということですね。まあ、明治維新なんかの時だって、やっぱり日本の国内で戦争したわけですよ。しかし、まあ、江戸城を向けず、会場のようにね。 大きな戦いはせずに進んだわけですねししかしか争があったわけです。でまたね日本のそういう時には聖徳太子もそうだけどね必ずその明治維新もそうだしその時のなんて言うか元勲っていうかねリーダーが出てくるんですね。まあこの4つの条件を考えてみると。 国家構造改革に必要な、そうするとね今我々どうなってるかっていうのを調べるとねこれです、ま、ず危機ががないことが最大の危機であるという。日本人がもうノンハンとしてねまあこれでいいやとコンビニも24時間開かなくたっていいや、ね、まあ定食につかなくてもいいやとかねこういうそういう何て言うか危機感がないですよ日本人に、ね。もうロケットが上飛んでってもしらんかしてーッとやってると。 まあこういういすね。から2番目は自分から喪失しなければないとさっき言ったところですねこれが一番日本人の苦手なところですね。か三3番目平和に旧体制を廃止する。確かにそうですね今の体制を,そを変えるために日本の国内で戦争するっていうことはまず考えられないね。 そして外国との摩擦は起こりうるわけですよこれはでそういうものをその平和にやろうとする。だから椅子から立たないで椅子を動かすのと同じですね椅子を動かしたかったら自分がいっぺん立って椅子を持って動かすんだけども今の日本はこうやって一生懸命こうやってですよなんで動かないんだろうってうそういう話なんですねで、まあ、最後はその洞察力のリーダーの配信。で今 安倍政権がずっと続いているというのはこの一つですねこれがもしね1年に一遍ずつ総理大臣が変わってたらね今の日本はないですよ令和の日本というのは改革なんかできないんですねそういう意味でやっぱりこういう制度の中にあっても一人の人間がある程度長期間その国を動かすということがいかに重要かしかもこういう国全体が構造改革するときはね 一年に一遍ずつ総理大臣に変わったんじゃ話にならないんですね。そういうことが一つ言える。これですね、これが <laughs> 一番の問題であるってことですね。安倍さんだって、そう長くはできませんからね。それから。さっき言ったように、外的条件と目標の存在。から、全構造の第一波破壊歴史動洞察力の指導者の輩出。この四つね。 この4つがないと令和の改革というのはできないんですよ。また同じ平成みたいな時代が続くとああでもないこうでもないって言っている間に時間だけ進むと。で今まで言ったことのねこう結論的に言うとねいいですか我が国が存立できる必須条件って言うんです必須条件ですよ。 これは資源保有国が我が国で資源を売ってくれること。さっき言ったように、もう九億トン近く買って売ってるわけですからね。これをやめたと言ったら困る。他の国には売らないでも、日本だけのやろうってやろうじゃないかっていう、そういう国がないと困るわけですね。その次は、六千キロという、六千キロと称する、そのシーレーンですね、さっき言った。あそこの地域は安定してないから。今ホルムズ海峡が非常に危ない。 しかしインドだって将来危ないしシンガポールのところだってなかなかマラッカ海峡だって難しいかもしれないまして東南アジア南シナ海とかそういうところが来るかもしれないだからシーレーンの所有の地域が安定しているということは重要なんですね。日本の中が平和だだめだっていうことこですねで我が国が付加価値をつけるだけの技術的能力がいかん。8億トン入れて9億トンってことは8億トンの資材を 1>, 1億トンの製品にして売り出すだから付加価値を8倍しつけてるってことですよねそ,うよねそうして日本が生きてるわけですからそれだけの少なくとも付加価値を8倍つけるぐらいの技術的能力を持たないかんってことですねそしてそうだと日本のものなら買ってやろうじゃないかと今どっかの国がね日本のものは買わないじゃって言ってゴンに捨てたりしてね一生懸命テレビ撮ってる そういう国もあるけれどもね、まあそういうことはいずれなくなるでしょう。しかし世界中の人がね、日本のものは信頼性もあるし、アフターサービスもいいし、日本から買ってやろうじゃないかと。そういうことがなきゃいけないんですね。この四つの条件がもうないと、日本は生きていけないんですよ。だから結論はここに書いてある。我が国ほど世界中が平和であることを必要とする国はないんですね。だから平和国家というのはそういうことなんですよ。 世界中が平和であることが必要な国家のことを平和国家って言うんですよ。あれはしないこれはしないこれはしない自衛隊は軍隊ではないって言っているそういうのは平和国家じゃないんですよ。世界中が平和であるがゆえに我が国は生きていけるっていうそれを理解するだから我が国が平和であることは必要条件なんですね。必要条件。まあ数学ばかりしたのは分かるでしょ必要条件。我が国は世界の平和のために何をするかっていうそこに問題が来るわけですね。そして我が国が 平和であることのその十分条件これがないとダメなんですね。わが国が平和である十分条件っていうのがないと、それは日本が平和のために何をするかということが一緒に語られないと、我が国の平和であることが必要だって言ってるだけだってこれ必要条件だからね。必要かつ十分条件っていうこの両方が揃わないとダメだっいうここがねこのプログラムで一番言いたいところですね。 そして20世紀をちょっと振り返ってみるとこれは戦争と革命の世紀だった。いろんな戦争第一次大戦も第二次大戦もそうベトナム戦争もみんな革命ロシア革命もそうでしょだから戦争と革命の世紀だった。じゃあ21世紀はどういう言葉になるだろうかっていうとやっぱりね戦争と革命じゃないですよ。ここのののね、この格差の拡大 これは国家間の格差でもあり国家の中の格差でもあるそれがこうどん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 こう離れていく一緒にしようという是正をするための両方の戦いですねこれはどこの国でも行われてるし国家間でも行われてるということですね。まあ、戦争と平和の世紀からこの格差をいうその,その是正闘争の時に武力を使うやつだって出てくるわけですね。 これが問題なわけですよ。で、結局はね。いずれも現状打破と現状維持との戦い。これは歴史が証明しているわけですね。そうすると今の日本は今のままじゃダメだってこと分かってきたから。しかし、そんなに打破できまできないというな。さっき言った条件から。そうすると。まず核の格差ってなるんですよ。 核を持っている国と持ってない国っていうのはもう外交上の発言権は全然違うわけですよだから北朝鮮なんかが持とうとするのはわからんでもないですよねインドが持とうとするのもわからんでもないそうすると核を持たないって日本は決めてるわけですから核を持たないじゃあその発言力はどうやって取るのという話になるわけですね2番目は資源の格差さっき言ったように日本には資源がないわけだから資源を 向こうから持ってくる。資源がない国はどうするのよっていう。そういう格差ですね。だ先進技術格差。これは日本はね、あらゆる部分で先進してません。ある部分はこう突出してるけれども。まあ一種の崩落戦場ですね。アメリカなんか、どの分野に行っても、必ずすご,すごい専門家がいて。もうノーベル賞だって、全然桁が違うからね。そういうことと。 情報の格差これは最後に述べるけれどもね日本は国家的な情報機関を持たない世界でもまれな国ですよ。他の国はねこれは一つのテーマとして取り上げますね国家としての情報をちゃんとする機関があるんですね。そのまあ一つの例が CIA であるだ、ね、からジェームス・ボンドで有名な MI5 とか必ず持ってるんですね。ドイツも持持っっててみんな持ってる日本は 情報というのは省例えば JCIA っていうのを作るっついったらこれで国会がどのぐらいもめるかですなうわーやってる間に情報がみんな漏れちゃうっていうそういう形になるだろうそうすると1核は持たないと決めてるわけでしょ2資源はない3番先進技術も全部はできない4番目情報を国家が取るっていうことを あんまり良しとしないっていう。これ四つ全部日本はマイナスがついてるわけですね。そうするとこうなるわけです。価値観が違うんだと。俺たちはあいつらと考え方が違うんだと。そっちへなだれ込んでるんですね。それが怖いんですよ。日本独自の考え方でやるぞのどれ見たって一つも 満ち足りたものないわけですからね。そうすると価値観のギャップ。ないという話ですね。そしてもう一つはだから21世紀っていうのはね。ここにあるように是正格差と是正の闘争だからね。このテロがものすごく。テロの動機っていうのが、この満ち溢れた世紀になるだろうとね。そうすると日本としてはどうなるかというと。 日本の長所が生かされないような時代ががる日本がいかにきれいごと言っててもそれが通らない世紀になるぞということですね。じゃあこの4つのうちにどれか一つをやるっったってできませんよ核を持つっ言ったら大変なことになるし資源を日本が出すっ言ったってないんだし技術の格差でここまでいくつっ,ったってそれも全部は達成できないですよね。まあ生命科学なんか今一生懸命やってますけどね。 この情報情報なんか取ってどうすんのよっていう話になるまあこういうような非常に日本としては生きにくいっていうかねそういう時代だろうと私は思うんですよその中で日本が一応つけねえかで国会の周り歩いてるとね戦争か平和かっつってやってますよ何百人か集まってねだけど誰が考えたって平和がいいに決まってんじゃないかそんなもん これ戦争が一致していませんよ自衛隊員だってみんな平和がいるんですよどうすれば平和を保つかが問題なんですねここみんなスイッチがいです。戦争か平和かって言うからねそれで今ねいろんなものに積極的平和主義っていう言葉があるんですねやっぱりどっかに平和っていうのを入れたいんですよ日本はしかしただ平和じゃいけないっていうんで ちょっと前から、ね、積極的言葉を入れたんです、ね。平和を試すためにはただこう平和を見てるんじゃなくてやっぱりやれることだけはやろうという、まあ、そういうようなあのところに、まあ、来てるだけどこれも疑問符ですよ。それで脅威とかね危機を考える場合の時間軸があって。 今そこにある脅威っていうのはここに書いてあるよ 4, 4種類です大規模災害と大規模な事故と大規模テロと大規模感染これはいつ起こってもおかしくないですね大規模災害なんてのは3.11今南西トラフになったら3十2万人かなぐらいやられるかもしれんそれから大規模事故っていうのはもうありましたもんね日本ではね原子炉事故があった大規模テロ これはあれですよあんな化学テロを世界中に初めてですよ公共交通機関の中で軍用の最悪の神経ガスがばらまかれたっていうのはねしかしあれを地下鉄サリンテロとは言わないで地下鉄サリン事件として始末していったんですね。それから、大規模感染。これはねあのー まあ、エブラ出血のやつなんかオウムがや,やろうとしとった今現実にその西アフリカとかねああいうところで起こってるわけですね。からまあこういう話をすると怒られるかもしれないけどもトンコレラっていうのが今非常に中部方面中部広がってるわけですそしたらあれはね自衛隊前ですよ。でこのの間私もなぜ自衛隊がトンコレラの そしたら皮肉なやつがいてね「いや自衛隊っていうのは生き物を殺す専門家でしょ」こうバカ言え」と置いとくとどんどん広まってくから早く来てやってくれるのはもう自衛隊しかないからやってるんだってねしかし本当はああいうものは自衛隊にやらせるものではないよと言ったんですね。しかし、しかかか今それしかないんです。だから、この大規模感染う 中期的なものこれは10年から5年5年から10年中と、二千と2023から2028ってこれはもう北朝鮮でしょうな。北朝鮮がどう収まるかっていうところで大体考えとかねいかんもっと長期にまあ2025年から2045年というのはこれはもう習近平が言っとるとおりですね長期的な時間軸で考えるこれはもう中国ですね。中国ととの関係をどううするかっていうことで 日本は運命変わっているもっと一番大事なのはこれだとさっきから言っているのはこれですよね国家が漂流している立ち位置が決まらない,い決めようとするとうわうわうわっちってまた文句言っているとだけどどっかで立ち位置を決めないとね駄目ですよね、まあ、そういう意味で、まあ、日本に問題があるということですねこれは一回やったこともあると思うんですがそうするともうオリンピックまであと1年だ でね、これはね夏の暑い時期だから交通事故も起こらんように渋滞も起こらんようにいろいろやらないかんだけど何て言ったってトロが起こったらおしまいですよ、うん、でミュンヘンオリンピックの時にねこのイスラエルのチームがやられたことがありますであれからもうその何て言うかねドイツとイスラエルの関係は非常に悪いまたドイツはまあ申し訳なかったって気持ちもありますよね。 守りきれなかったわけですから、オリンピックの選手をね。だから東京でもね、その渋滞だとか交通だとか物がお土産だとかそんなんじゃなくて、やっぱりテロを防ぐっていうことが非常に重要ですね。で今ね、じゃあテロのする側から見たらどうだとこれです。テログループから見たら我々はどう見えるだろうかっていう逆の立場で考えるんですね。我々がテログループを見ようと思ったって見れないわけですから。 そうするとね、これ四つの条件があるんですね、テログループには。一つはね、自分の命を捨てるんですよ。自動車ぶっ飛んでくるわけですからね。まず自分は死ぬ覚悟で来る。だから必ず成功させないかんですね、テロっていうのは。失敗に終わったテロっていうのはね、ほとんどないんですよ。そうするとなぜそれができるかというと、例えば東京駅っていうもので何かやろうと。でテロリストがずっと下見をしてやってるうちに。 ものすごい警備が厳重だと。これはできんぞと。よし。じゃあ、ターゲット。品川か。あるいは渋谷か。イケボルか。帰れるわけですよ、彼らは。それから。もうその目標を変えれるわけですね。しかし。東京オリンピックをやっつけるためにね。日本のど田舎でドカーンってやったって、そんなものは世界に何も伝わらないですよ。やっぱり東京都内のどっかでやると。それが。 あこれは東京オリンピックでやるためのテロだってことはいわゆるメッセージ性ですね国際的なメッセージ性がないようなターゲットを選ばないんですこの4つののつ条件を考えてテロリストっていうのはやるですからテロは目標も変えれる手段も変えれる時間も変えれる全部変えれるそれをこの完全に淘汰するってことはねまあ至難の技です。 我々にできることは被害を少なくすするることはできるんできんねだけどどの程度も全部全部その自分でやっつけちゃうっていうのはね話はこれはできませんねテロリストを相手にしたら相手が全てを選べるわけですからねでまあこれはいろんなのに出るけどもパリであったんですねアメリカンロックバンドこういうものをやった。やる側からすればね これはあのー、アメリカンロックバンドなんていうのはもう大敗の局致だったんでしょうねモスリムの人から見ればねでこれを狙ったそれから3か月フランスの憲法では3か月ずつその国家緊急事態っていうのが規定されてるんですただし3か月ごとに国会で承認されないかもしれないで彼らは6回やったんですね サブログ18か月1年半パリをこういうその限界態勢に置いたんですね。で一応収まったわけですよ。だからこのエッフェル塔でも凱旋門でもねノーズルダムでもみんなこの軍隊が出銃で鉄砲を持ってしかも横にして戦闘態系でこの歩けるんですね。だからもし日本にその日本の憲法には研究事態っていうのはないからねできないけれどももし国家緊急事態っていうのが。 本当に東京でテロが起こっているんだけ自衛隊が出てこういう形になるとでそういう法律はいずれ作らないがあるのかもしれないですねこれは議論すべきところでしょうねこれはこういうブルッセルの地下鉄のテロこれは NATO 本部だとか日本の大使館のすぐそばですからねこまは日本だっていくらでも起こるバルセロナの目抜き通りですよこれはねハロウィーンのニューヨーク これなんかね、渋谷のスクランブル交差点で、外人が車をひっくり返したとか言って、もう大騒ぎしてるけどね。ニューヨークではハロウィンの日にや、やられてるから。が、もう、これですね、インドネシアのスラバヤ。教会をやっつける。怒ってたんですね。で、これはね。なんで起こったかと、これ見ておく、犯人がこれなんですね。この男の人はね、要注意だ。 って言われいた,たらしいんですねだけどこの家族全員が車に乗って爆弾つけて飛んできて突っ込んできたわけですこれは止められませんね。子供もみんな乗ってバーッと走ってくるわけですよ。ちょっと待てぐらいはできるでしょうけどねそこからバーッとアクセルふかして入ってくっていう起こったんですね。こんなことを日本であったら絶対止められませんよはピッツバーグこれは私も何回もこの前シ師団候補ですね。 それれがやられた。じゃあ日本はテロがないのかとこれですよ。地下鉄サリン事件ではないんですよ。あれは地下鉄大規模なテロなんですね。それをテロと言わなければいいというその日本的美学ですね。テロじゃないんだってテロじゃないですかあれは。そしてここに映ってるけどもこの地下鉄の職員なんか何の防護マスクも何もしてないですよね。救急隊もしてない。 何が起こったかわからななないでみんん集まっっててきて結構犠牲になったんですねもう一つこれはテロではないんですけどもこのですねエボラ出血これは最近ね村山にある国立感染症研究所にねエボラ出血ですとかそういうもののいわゆる本物を入れて実験するっていうそれがまあ町民もうんちでまあ国がやるようになったんですがねこういうものはね テロではないけれども死者9,000名ですよ死亡率40%ですからねそして、あのー、これには日本もかなり協力して航空自衛隊もいろんなものを運んだんですねでこういうことがまず身近で起こりうるというですねこれ長く見るとねこれで、ね、産業革命今頃なんで産業革命だっていう話なんだけどやっぱり 波があるんですねこの G5 の5じゃないんですよ世の中がこう進歩して大きく変わってまた変わってという波があるということですねまず蒸気機関が出てきたこれがイギリスで起こった最初の産業革命ですねそれから鉄道とか鉄鋼とか電信モールスですねこういうものが出てきたのが第二次の産業革命 3番目が電気とか自動車かケミストリーとか石油これが第3の波ですね。で第4の波はエレクトロニクス原子力とかそれから宇宙航空とかこういうのが第4の波ですね。じゃあ我々が今突入している第5の波は何かっていうとこれですね。いわゆるライフサイエンスのものですね。遺伝子の方からその疫病を治すとかそういうやつですね。 それとかロボテクスとか人工知能とかねこういうような革命の要因が来ている。でこの5つの革命が来ているとこれはもう歴史的にこうなっているわけですから反対も何もできないんですね間違いなくこうだ。でこれをね横綱にするとどうなるかとこうなるんですよ。第一産業革命で,すよで第二次第三次。今我々は第四次革命にあるんですね。 そうするとね技術はどん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 革命していくそして一番下にスピンオフとスピンオンというのがるでしょこれは軍事科学だったものを平和のために使うあれは平和のために使われたものを軍事に使う今のコンピューターって,って軍事的目的で開発されたものですしかしそのコンピューターが今世界で人類を支配しようとしているわけですねだからそのこれは軍事技術だ これは非軍事技術だ、そういう技術の区別はもつかないということですね。そして、この産業革命の結果。どういう戦いが起こったか。というと、これですね。第一次世界大戦。これは戦車とか飛行機じゃ、その時出てきたわけですね。そして、総力戦中がいなんですね。もう国がぶっ潰れるまでやるという。ちょろちょろっとした戦争じゃないんですよ。第二次世界大戦。 これは日本もやったわけですけどもこの時に空母とか潜水艦そしてその最終末期には核兵器っていうのが出てこれで日本はとどめを刺されるわけですね。だから V2 これはドイツが開発したいわゆる今でいう ICBM ですねこれが戦争の末期に出てきてそれが次の大戦を支配しているてんですね。で第3次世界大戦というのはな,ないじゃないかっていうと私に言わせれば。 20世紀後半に起きたこの冷戦はこれはね第三次世界大戦あの冷戦の間にいろんなとこでゲリラ戦とかねベトナム戦争もそうだけどそういうのが起こって亡くなった人の数失われた資産を言うとね十分に第一次第二次世界大戦と同じぐらいの数字になるんですよ。ということはあれは核兵器があったために核兵器こそ使わなかったけれども。 大きな戦争だったんですねそして負けたものは誰だったソ連ですよね。まあ、そういう意味であれは第3次世界大戦だと。そうするとこのピンク色のところ今我々が直面しているのは第4次世界大戦の兆しが見えてきたとこですねしかしそれは今までの戦争とは違うよと。ここに書いてあるようにハイブリッド戦争っていうのはそうですね。この クリミア半島なんかそうです、ね、誰がやったわけでもなく、いつの間にかクリミア半島はロシア領になっちまう、まあ、こういうようなそういうのはハイブリッド戦争って言うんですね、まあ、そういうようなことですねウクライナなんかもそうですね東の方ではまだこう戦争してるだけど別にロシア軍が来てやってるわけでもない、まあ、こういうような誰がやってるかわかんってい,いう戦争ですね国と国ではないそれからテロの戦争それから戦争 これから問題になる情報戦ですね。ビッグデータの戦争。これがの兆しがもう見えてきちゃったんですね。だからこれに備えてない感情ですね。それでまあ今日の一つは地政学なんだけど、この沖縄が今非常に大きな問題になっているで。沖縄にこう星を置いてね、そこから半径二千キロで円を描くとこういう図面になるんです。 沖縄っていうのはね。なんで米軍がいるかっていう話ですね。そうするとね。今の軍事技術では半径2000キロの軍事的に近すぎず、遠くでもないというそこが問題なんですね。あんまり近いと軍隊を置いてもダメなんですよ。だから冷戦の時。ソ連軍を目の前にして、北海道に米軍はいなかったですね。三沢まで下がってたで、北海道を守ってたのは私たち自衛隊だったわけですね。 あんまり近すぎるとダメなんですちょっとディスタンスっていうのがいるんですねだけどあんまり遠くすぎてもダメだっていうそうするとこの2000キロっていうのが今の軍事技術でいくとちょうど not too far not too close っていうそういう最適な位置にあるんですねでここにある米軍は日本のためだけにやるんじゃなくて朝鮮半島で何かあっても上海で何かあっても台湾で何かあっても東南アジアに何かあっても 国こ出てくるわけですねこれはちゃんとねトランプに言わないかんですよ在日米軍というのは日本のためだけにいるんじゃありませんよとあなたがここにおれるのは日本がここに基地を貸しているからでしょその基地を貸しているところから睨みをけかしているのがあなた方でその国土を守ってるのは自衛隊ですとこういう分業をやっているわけですよね日本の自衛隊の命が欲しいからじゃないんですよそれが一番日米関係としては 最適な形だからなんですね。この。距離の感覚。そうすると、朝鮮半島になかあったってすぐ行けるでしょ上海で。何かあって。外国人を。助けないかん。てなことになったけど、スンっていって。助けてこれるわけですね。まあ、そういうイメージ。この。東南アジアもそうです。そして、よく言われる第一列島線第二列島線。それで。 日本の貿易はここを通っている青いところを通ってここを通ってこことってそれからオーストラリアへ行くのはここを通っているわけですね。これが日本の大同盟で,す、まあ、矢印で示すとこうなるわけですねでここで日本の貿易量の85%がここを通って太平洋を渡っているのは15%しかないんですよしかもハワイとガム島があるからね安全そのものですそしてここへ今ね ここに今出てきているのが中国なんですね。ままずここまでで台湾ですね。それが終わったら第二列島線のこっちまで来よう。ひどいのは今もうこの南の方まで小さな島をね収めようとしている。そうするとねこの縦のベクトルと横のベクトル。 こういういベクトルの交差点で昔から戦争っていうのは起こるんですよ。ベクトルがこうなったら戦争にならないですこうなってるから起こるんですね。そうするとそういう過去から見るとやはりここがここの防衛が一番大事だということなんですね。そしてそこには3つの海軍がいる。まず中国の艦隊と自衛艦隊と第7艦隊と。 三つ艦隊がいるわけです。だけど惜しいいことに日本は核を持ってないわけです、ね。そうするとその日本はどっちの核に守ってもらうかとなったらアメリカに決まっとるんですねこれ。あの価値観の違う国と核同盟を結ぶなんてことはありえないわけですからそうするとこの同盟しかないんですね。日本は核を持たないけれども大変な海軍を持っている。 アメリカは沖縄も使えるそしてすごい艦隊を持ってるしかも核で日本を保障するこういう体制であるからね日米安保体制というのはね好むと好まざるに関わらず維持せざるを得ないんですよこれいいとか悪いんじゃないんですよそれ以外に方法はないってことですねそれか日本が核を持ってアメリカなんだっていうそういう態度を取るかどっちかですねだそういう選択肢はほとんどないまあそういうようなことで 日米安保いいうのを考えないからでまずトランプと話せばいいんだけども核戦力これは日本は持たないと決めたわけと非核資格制裁。持てるんですよ技術的には。原子炉を動かせる国はいくらでも原子爆弾持てるわけです。しかしこれは持たないと決めた。その代わりアメリカは核の傘を提供する。いや抑止力ですね。これは約束通りです。 通常戦力でいうと日本の領域これは自衛隊が守るぞとこれは自衛権に基づいてやるこれは生かして返さん一兵も生かして返さんその代わりアメリカは日本の中で戦うんではなくてにらみを聞かせこれ英語で言うと「パワープロジェクション」っていうんですね分かってんだろうなこういうやつですよ。これはアメリカがやる。 日本はトラアジアまで行って航空が持って行ってです、ね、分かっていいんんだろうなっていうななとこはしないんです、ね。それはアメリカがやるじゃあこっちはどうなのかその代わり日本は基地を提供するすねでさっき言った沖縄っていうのはそれに最適な土ど,どっちだったんですねその代わり必ずアメリカは前方展開するこれをちゃんとねトランプさんに言わないとね今みたいにちょっと日本はやってるんじゃないか といいう話にはならならんですよこれだけのことをギブアンドテイクででやってるわけですねこの米軍基地を守ってるのは全部自衛隊がそばにいるわけですからねそこに来たらやっつけるぞと米軍は睨みを利かしてくださいパワープロジェクションをやってくださいということなんですねこれがいわゆるギブアンドテイクですね。で問題は何かというとこのギブアンドテイクでお金も結構出してますと。 まあ、すごく出してるわけですよね。それと、なんて言いますかね。だけど。危ないことはやりませんって言うのではね、やっぱり話にならん。で、さっきの原点に戻るわけですね。本当にこのままでいいのか。危ないこともやらなきゃいかんのではないのかと、価値観を共有するならですよ。だから、一番最初にあったように。こんなホルムズ海峡で、有志連合を組むっていうときに。日本は、お金出すから。 日本のタンカーだけは守ってねとはいかないだろう。じゃあどの法律に基づいてどういうことをすればいいのかこれが今問われてるんですね。その時に重要なのは自分の国は自分で守るという国民の合意コンセンサスがないとねそれができないってことですね。これをですねその予算委員会の中でですねわおわおわおガーガガーって,って特措を通さない通すとかあるいは政権が変わったら。 特措をやめつっ,って自衛隊全部引き上げるとかねこういうことをやってはダメだということですね日本の立ち位置をまず決めるその中にはまあ後からも述べますように日本はやっぱり比較政策でいくしかないだろうということですね日本が核を持つという選択肢はねあまりにも政治的コストが高すぎるということですねだからそういうことも別の番組でやりますけれどもね今前提として日本は比較政策でやっていくという。 ことですかね。まあ、こういうことで核についてはまた別のプログラムでやります。近すぎたらね。ちょっとしたことでぶつかっちゃうという怖さがあるんですね。お互いに意図してないんだけども。すれ違いざまになんかがアクシデンタルに起こるっていうこと。時々、あの、中国の飛行機がアメリカの飛行機に体当たりしちゃったとかね。ある。もそうですね。だから。 尖閣列島のところで、中国の艦艇が日本にレーダー照射をした。あの時は。本当は、打ち返してもいいんだけども。海上自衛隊が、我慢したんですね。ついこの間は。韓国の。船が。日本の哨戒機に対して、レーザー射撃統制用のレーダー。あれも本当は、あれでやっていいんですよ。しかし、あれは、じっと我慢したわけですね。で、そういうように。この、あまりにも近いと。 そのアクシデンタルなこことが起こると我慢しなかったらどうか我慢しなかったらやってますけども、まあ、海上自衛隊航空自衛隊もねもうじっと我慢の子ですから私がさっき言ったように防衛大学入って肉期生ですよそして何十年間退官するまでには憲法で変わるだろうと思ったら変わらないこれはもう一生我慢の子だったっていうことですよ。我慢できないのは自衛隊員としては駄なんですよ。 そこが自衛隊のすごいところですよ自分が憲法違反だ若者の地獄だって言われながら身を挺して国を守ってるわけですからすごいですよそしてね死んではいるんですよあ一概に行くと殉職者のヒッチいうがあって訓練だけでもたくさんの人が亡くなってるんですねだから命が惜しいから自衛隊に入るとか入らないんじゃないんですよねやっぱり国家にはもう因人自を耐えに耐えていくそういう青年がいないとダメなんですねで、その青年は 精神的にも肉体的にも、あらゆる面でしっかりしてないとダメです。やったらやり返そうというような、その手段にしたのに、ね、これこそさっき言ったように、アクシデンタルなことが起こる。だから、あの中国の船に発砲しなかった海上自衛隊の艦長も。今回の機長も大したものですよ。もう自分が死ぬかもしれないというのは、我慢をしているわけですからね。中国もやってると思いますよ。ただ、もう尖閣列島だけはね、勝手に入ってくるわけですからね。 うん。だけど、他のところで、中国の軍艦が、まあ、寄ってきても、まあ、情報収集のために近づいてくるってことはありますけどね。な<い>あり得ますね。それでね、あのー、なんていうかね。お互いの国の、まあ、この通信を。オンラインにしとくとかね。まあ、そういう防止策は取ってるんですね。しかし、この。中国の飛行機がアメリカにぶつかる。あるいは、日本の飛行機にも、もう。 うん、ニアミスすするわけですねもうちょっと間違ったら衝突してるでこれをねどのレベルでやってるかパイロットが自分が武勇伝のために、ね、今日はもう日本の飛行機に 5m まで近づいたっていうそういう武勇伝でやってるのかあるいは部隊長が「ちょっと日本をどかしとけ」っていう言ってるのかあるいは海軍の司令部が言ってるのかあるいは習近平のた、まあ、習慣が、ね、あれがね日本とはこのぐらいの緊張さで 時々やれって言われてるの。どのレベルがやってるかわからないんですよ。その怖さですね。だから上と一生懸命こうやっててもね、さっきのあのイランの革命防衛隊と同じですよ。ハメネイさんは戦争なくてやりましょうと交渉で行きましょうって言ってるけども、その下の革命防衛隊が本当にそのまま行ってるかどうかですよね。そこの怖さがある。だから本当は距離的に遠けべんなく、距離的に遠くなれないからあそこはね。 だから怖いいんでですすね一触即発っていうのはそれまあ今日は初回で、まあ、やったわけですけどね結局日本の国を守るのは日本人以外にないとでその一番先に立っているのは自衛隊なんですけどねその自衛隊の存在すら憲法で否定されているという学者が多くてね 国民も。まあ、とんこンれるぐらいやったらいいんじゃないの？って思ってる。そういうまあ、何言いますかね。無理解って言いますかね。そういうところをね。少しずつ是正する。そのための番組でもありますけどね。やはりあの人間というものはね。認められるからやるとかね。そういうのはもう二の次ですよ。認められなくたって軽んじられたってしっかり頑張ろう。っていうのがね。今の自衛隊ですね。だから一番優秀な人に来てほしい。そう思います。 これは、ね、国,国内では通じるけどね国外ででは通じないですよ。私たちしっかりしてますけども汗かきますからお金出しますからちょっと危ないことだけは後にしてとはいかないですよ。それが行くような時代もあったんですね昔はね。今はそうはいかないそういう時代が大きく変わりつつある中にあって日本が自分の立ち位置を決めると。 自分の国は自分で守るということですね。これを、まあ、この軸において、このプログラムを、まあ、完結したいと思いますね。 生きていく上で欠かせない栄養素ビタミン C サプリやドリンクで補うという方も多いですがそのビタミン C 体の中でちゃんと働いていますか実はビタミン C はとても壊れやすい成分空気や熱胃酸などにも弱くすぐにそのパワーを失ってしまうのですそれを解決したのが林原 LSI のビタミン Cα 安定型ビタミン c 誘導体を配合した。今注目のサプリです。安定型ビタミン c 誘導体はビタミン c をブドウ糖と結合させ、壊れにくくした画期的な成分、それを特殊カプセルにぎゅっと凝縮した。ビタミン c。アルファは失われがちな。ビタミン c パワーを腸までしっかり届けます。他にも抗酸化や美容に嬉しい成分を。 たっぷり配合日差しが気になるこの季節あなたの美と健康を強力にサポートしてくれますよさらにお得なセットを2つご紹介させていただきます「腸活美容セット」ではビタミン Cα フ,フローランアルファは多機能なオリゴ糖として注目が集まる 乳糖、下糖、オリゴ糖など健やかな腸内環境に欠かせない成分を凝縮しました燃焼系美容3種セットではさらにバーニングアルファもお届け黒生姜、純がジュンサフコキサンチンなどダイエッターに嬉しい成分もたっぷり盛り込みました選ぶなら腸までしっかり届く良質な栄養を。 1一日1粒の新習慣で若々しい毎日を手に入れましょう。